カラヒゲムシ属トレイキラモナズは、緑ムシに近縁な弁ム虫の一族である。全端に鞭毛を一本持ち、細胞が殻に包まれている。緑ムシ類は全端に一本の長い鞭毛を持つ、ものであるが、柔らかく変形できる緑ムシなどとは異なり、その表面を硬い殻で覆われているものがある。本族は、その代表的なものであり、ロリカと呼ばれる殻は楕円型や瓶型などをしており、 先端の口から弁毛を伸ばして遊泳する。ロリカは鉄やマンガンを含んで褐色などの色を持つ。その表面に細かな点やトゲなどの装飾を持つものも多い。細胞には葉緑体があり、光合成をするが色素を失ったものもある。種類は多く、ごく普通に見られるものである。構造の模式図1、弁毛2、比較3、細胞膜4、目点を弁毛 短くて見えない六角7、葉緑体自由生活する、弁網虫。細胞には、比較があり、細胞全体が覆われている。比較は、球形から楕円形、円筒形、防水型など様々な形をしている。表面は、滑らかなものもあるが、多くは、採点模様や、トゲ状突起、乳頭状突起などの装飾のあるものが多い。比較は、 基本的には透明だが黄色から褐色に着色をしており、鉄やマンガンを含んでいる。殻の成分は硫酸化されたグリコサミノグリカンと考えられる。前端に小さな穴が開いており、ここから一本の弁毛が出る。この殻の口には外向きに突き出た襟を持つこともあり、その際には殻と襟とは明瞭に区別できる。殻の中にある 細胞本体はその表面が柔らかく、緑虫類に特有の運動をする。円盤状の葉緑体を持ち、光合成をするが、緑色を持たぬ種も知られる。目点と弁毛棒順部がある。なお、その大きさは種によって様々ではあるが、水野に取り上げられているものを見ると小さい方は、計約10マイクロメートル、大きいものでも長径が40マイクロメートル程度で、 これは緑虫類としてはかなり小さい方である。繁殖は無症生殖により分裂が行われる。分裂は縦方向に二分裂することで行われ、これは比較の中で起きる。その結果、一つの比較の中に二つの細胞が入った状態が出来上がり、叱る後にその一方を内視両方の細胞が比較の入り口の穴から這うようにして外に出る。 出た細胞は裸であり、そのまま泳ぎ出す。その後に新しい殻が、細胞から分泌される。殻は最初は薄くて、色がないが、その時点で、元の比較と同じ大きさと形態になっている。比較はその後に次第に厚くなり、黄色から褐色へと着色し、トゲなどの装飾もこの間にできる。なお、この間に、マンガンが不足していると比較は、色が薄いままになり、 鉄が不足した条件では、比較は、殻が、薄く、またゲなどの装飾も発達しない。古くは、岡田太書には、本属の T ヒスピダがとっくりヒゲムシの和名を与えられている。他方、この書の後継である、岡田他では、俗名の指定はないものの T バルバニカにカラヒゲムシの和名を与え、T ヒスピダには、 トゲカラヒゲムシの和名が与えられており、多種にも共通してカラヒゲムシの名を与えている。水野は俗名をカラヒゲムシ俗としており、また月は学名カナヨミのトラケロモナスを頭に出しつつもカラヒゲムシを俗の和名として示している。他にも学名カナヨミを採用している書はいくつかあるが、和名としては現在ではカラヒゲムシが使われていると見られる。この記事ではそれを取っておく。 地球上の水域に広く分布し、ほとんどが淡水で生活するものである。またこの類の中でも良質ともに豊富なもので、ヨーロッパの夏の調査の例では、植物プランクトンとして、緑虫類の量は、緑藻類の43%でトップ。その次が、緑虫類で29.6%であり、緑虫類では、本属が最も種数が多くて29種あり、それ以外の、 この類の種数は4族を合わせても19種であった。本族はエーレンベルクによって1833年に建てられた族で、しかしその分類体系が整えられたのはそれから100年も、あと1926年のディフロンドレによってである。種数は多く、1926年にディフロンドレが書いたモノグラフには200種以上が取り上げられており、 2011年の段階で256種、190の変種と46の型がある。それ以降にもさらに新種の記載は続いている。分類は殻の形、大きさ、表面の装飾などによって行われるものの問題が多い。特に野外で採集された個体ではその多様性の把握が難しくほぼ同定不可能であり、また古い記載は 情報不十分であることが多い。リフロンドレなどのモノグラフや、それを継承する研究では、主として、殻の形態的特徴を重視して分類が行われたものの、プリングハイムは1953年に、それらが生育環境によって変化しやすいこと、特に鉄やマンガンの供給量によって、殻の色、付属するトゲなどの発達程度が影響されやすく、 それらが種や種以下の分類群を区別する特徴として用いられにくいことを示した。しかし彼はまた生細胞の葉緑体やピレノイドなどの特徴も精査し、殻の特徴と細胞の特徴を合わせて分類が行われるべきであることも示した。緑虫に類する光合成を行う弁ム虫のうちで本属のように比較を持つ属はもう一つ、 はす口からヒゲムシ属ストロンボウモナズがある。本属との違いとしては、この属では比較に襟があることが挙げられる。本属でも襟を持つ種はあるが、その場合には、比較の本体部との境界が明瞭なのに対して、この属では、はっきりした境がなく、次第に伸びて広がって、襟となる。比較の先端も尖っている場合が多い。また殻は普通は、無色透明である。 この属は、もともとは、カラヒゲムシ属のものとして記載され、その中でディフロンドレの手でサコキというグループにまとめられていたもので、その彼が1930年に、これを独立させてこの名を与えたものである。ただしこれらの分類に関しては、分子系統の面から問題提起がなされている。それによると、例えばチャグリー・エトールでは光合成性の緑シ類のうちで殻を持つ。 ものは、ひとまず単系統をなすようだが、カラヒゲムシ族は多系統の可能性があり、少なくとも大きく二つの群に分かれ、また、ハスクチからヒゲムシも三つの系統に分かれる。また、ハスクチからヒゲムシ族もカラヒゲムシ族の系統内に収まるという結果を出した報告もある。ただし少なくとも、ウルースキーオルンは、形態的特徴を重視し、この時点では、 この二族を認めるとの判断を下している。日本でも広く普通に見られるもので、ただし、滋賀の理科教材研究委員会編にはよく見られるものの、小さいので発見は難しいと書かれている。現在の日本の図鑑に記されているものを挙げる。これらのうちで最も普通種とされるのは、カラヒゲムシティバルボシーナのようで、最も簡単なカラ持ち。 地上に普通とか、最も頻繁に遭遇し、時に多量に増殖することもあるなどと記されている。また、トゲからヒゲムシティヒスピダも、ごく普通とのこと。他に、ミズノでは、この種以外にその編集バリエーション、ディー・レイ・ファー、ソレニティ・アブローナとその編集のバリエーション、オーストレイリカ、ソレニティ・クレビー、ティ・デイウスキーについて各地に普通としている。ありがとうございます。